それは敵が登ってくるのを陣地から迎撃するときだけニョンか。自分から敵を同じ魚まで置いてきたら当時のエンディアも変わるニョン。ていうかそもそもユーブソーの生態が高い地下で降りたりしたら見たことないニョン。そんな山道で避けたらそれだけで耐えられずニョンか。やっぱりラッキー上場で入ってみる。ああ、何も一回その山登りしたことある人間ならすぐわかりそうだが。残念ながら、これがすニョンよ。この子はね、この子は。少ないが指揮官はそれなりに有能そうだ。まあこの際そんなこと言っている場合ではない。別動隊の指揮官は横兵とか言ったか。いざ尋常に勝負。別動隊の様子がおかしいな。本隊と合流したならもっと整然としていそうなものだが。脱退編ニョン、和食が消えたニョン。っていうか、肝心が丸ごと消えてるニョンか。山の上に、鬼和食とその側近だけどっか行ってるニョン。あいつまさ。逃げたのか。兵と物資を置き去りにしただけ。わーん、なんてことしてくれたんだニョン。軍隊の直属の部下連れて逃げてしまったら配下の兵はどうなるニョンか。そら教育やろな。すでに断水で死にかけてるのに上級将校が丸ごと死んだったら完全に崩壊ニョン。潰れそうな会社の社長と重役が残った金もニョン。この方面の職軍は妙だけになったったもん。敵ながら気の毒すぎる。山頂の兵士もかわいそうに。水も飲ませてもらえない中水も断念していたのに、その天然を作った疾患が真っ先に見えるかは、気の毒だがこの方面の将軍。兵が無事でも上級将校が丸ごと落ちたのなら軍としては機能しない。山頂の職軍を担当するのは大変だと思った。最も脳みで知っているかもしれないがな。しかも物資を得た形跡もない。よほど慌てていたのだろうな。全身に集めた物資は我が軍から頂戴するとしよう。この方面の敗戦が決まったわけだが、また麓に滅亡隊が残っていた。気の毒だがこれも戦場の狙い。お前たちも無事に返すわけにはいかん。覚悟してもらおう。メンジャーねえ。なんだかわな。山中争奪戦時代に残っている。過去年や闘争の戦争で見たわけだ。戦争中、この世代の戦争で、何も感じないのか。この敵を兵は軍の力のみならず、この時の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 
方面軍が消滅したため、食軍本体は艦中への撤退を余儀なくされます。食軍本体が損害を受けたわけではないのに、艦中まで撤退したのは、おそらく機山を攻撃中で、そこを南下してくる強行軍に協力するのを恐れたからではないかということは、以前の動画、突発米返し、でご説明した通りです。その後、老政の裏切り者どもは強行に暴かれて、この地域はめでたく支配下に戻りましたとさ。老政三軍が食軍を追う、六軍がこの戦役で最も重要な要素でしたから、この時点で食軍の戦略的敗北が確定したと言っていいでしょう。食軍が老政を見つけて撤退したことになる。このことの意味は非常に重要で、現地で食軍に協力した人間は連続に処されました。なるほど。そのため、今後は北伐で老政が食軍に味方する可能性が低くなります。この辺りはさすがに歴戦の将軍といったところです。前回動画のコメントにもあったけど、大抵方面に派遣されとったのが本当だったらまず防衛には成功しとったやろな。そうですね。まあ馬謖以外なら大抵成功してたと思いますが、ということで、この戦役における最大にして唯一の戦艦が馬謖です。そして皆さんよくご存知の通り、また内部馬謖を振るの格言通り、馬謖はこの歴にも問われて食です。極めて重大です。そんな重大な責任を負わせるからには相応の権限を与えなければなりません。自分の責任者を命じておいて攻撃の実行権限は認めないというのはおかしいんです。受けていません。だから敗戦再び軍隊として
せれば分は復活します。ここまでは、ここからは、実家からまた出たいと言います。ここからは、実家からの推測も入りますが、これは今までの推測よりもはるかに大きくて重大なもので、そのとおりでございます。では、ここで停止点検を行います。これは初めて絶対の電気やな。そうですね、音声が配管体を収容した運営の話は赤点と言ったためです。ここで問題なのは一番下の赤点です。
実況のパチュリー、ノーレッジです。皆さん水と安全タダだと思ってますか？私は総栄、ジェンです。ということで、ついに馬食さんは登山に失敗してしまいました。やってしまいましたな。皆さんご存知の通り、これが原因で馬食は敗北します。それもただ負けただけではなく、この方面に展開している食群が消滅するレベルの大敗北です。いやいや何言ってんのさ、この状況で負けるわけないでしょ。いや負けるで、それもほぼ演技と同じようにな。いやそんなわけないだろ。こっちはすでにコーチの有利を確保済み。敵が攻めてきてそのまま迎撃して勝てる。敵が握って攻めてこないならそのまま自分が勝てる。自分の優勝